ゾワゾワするズラ。頂上まで行けそう。頑張ろうね、花丸ちゃん。やったー、着いたー。お疲れ様、花丸ちゃん。今日は練習に付き合ってくれてありがとうすら。花代ちゃん、疲れてない？裏の星流発毛でもこなせたし、もうすっかり慣れっこになったみたい。おお、さすが花代ちゃん。え、さすがって？花代ちゃんがすごく真剣に発毛でのトレーニングに向かう姿を見て、まるは感動したずら。え、私感動だなんて、そんな。私は花丸ちゃんとリコさんに初詣のやり方を教わっただけだよ。花代ちゃんみたいにもっともっと真剣にスクールアイドルと向き合っていかなくちゃって思ったんだ。身の引き締まる思いづら。丸も花代ちゃんに負けないくらいいっぱい練習して、アクアの一員として胸を張れるスクールアイドルでありたい。花丸ちゃん、花丸ちゃんならなれるよ。本当にそう思う？うん、絶対。これからも一緒に頑張ろうね、花丸ちゃん。ありがとう。丸もいっぱい、そんなに引っ張らなくてもちゃんとついていきますから。あ、しおりこちゃん。花丸さん、あの子供たちに早く来てくれと言われたのですが、何かあったのですか？トラブルなら児童館の職員の方にも知らせないと。違う違う、これずら砂のお山のトンネル工事、ついさっき開通したところじゃない。ごめんね、思ったより工事が順調に進んじゃったすら。でもほら、手を入れてみて。向こう側のこと、こんにちはってできるよ。楽しいな。マルも幼稚園や児童館の子たちと遊ぶボランティアやってみたいな。すっかり子供たちと馴染んでいますね。初めて会ったばかりなのに。みんな素直でいい子たちばかりだから、マルの方がみんなに遊んでもらってる感じだよ。
仲良くなれてよかったずら。せっかくしおりこちゃんのお手伝いで来たのに嫌われちゃったらどうしようって少し不安だったんだ。その可能性は極めて低いと思います。花丸さんの性格は温和で寛大、他者に対して献身的な傾向があります。子供たちも受け入れやすいはず。あ、すみません、勝手にその決めつけるようなことを。ううん、全然気にしてないすら。むしろ嬉しい。それってつまりマルを信用してくれてるってことだもんね。今日は来てよかったずら。しおりこちゃんにも嫌われてないってわかったから。嫌うだなんてそんな。花丸さんこそ私のことは好ましくないのではありませんか。私は花丸さんほど人当たりがいいわけではありませんし。まさか。しおりこちゃんが優しい人だってことはもうわかってるずら。子供たちがしおりこちゃんを呼ぶ時の顔、とっても嬉しそうだから。こんなに子供たちに好かれてるしおりこちゃんをまるも好きにならない理由はないずら。花丸さん。さあしおりこちゃん、今度は一緒に砂のお城を作るずら。私も一緒に。うん、しおりこちゃんが一緒ならもっと楽しいずら。一緒に世界で一番大きなお城を作ろう。わかりました。世界一大きい荘厳なお城を作りましょう。よし、始めるずら。子供たちもみんな集まれ。水、卵、牛乳、天かす、ネギ、紅生姜、そしてタコ。花丸、たこ焼き器置くからちょっと材料どけて。わかったずら。よいしょっと。あ、かなたからだわ。他のみんなとも合流したから今から全員で来るって。楽しみだな、たこ焼きパーティー。たこ焼き食べるの花火大会の時以来ずら。みんなが来たらすぐ始められるように準備しておくわよ。花丸、手伝って。任せるずら。よし、計量も切り分けも全部済んだわね。で、花丸、何してんの？頭の中でたこ焼きをひっくり返す練習してるずら。手首をちょいちょいっとやって、くるくるっと。イメトレじゃなくて、実際にやってみればいいじゃない。全員集まるにはもう少しかかりそうだし、ちょっと練習しましょう。ちょい、とりゃ。ああ、ぐちゃってなっちゃったずら。もう少し焼いてからひっくり返すのよ。早く食べたいからって慌てちゃダメ。落ち着いて待ちなさい。
もういいずら。うん、いいわ。穴をなぞるみたいに生地を剥がしてひっくり返す。形を整えるように何回か回しながら、いい感じに焦げ目がつくまで焼くのよ。形を整えるようにくるくる。なんかボロボロになっちゃう。余計な力が入ってるのよ。軽い感じでこうやってくるくる。わあ、ニコさんのたこ焼き綺麗ずら。こんなもんかしら。はい。まるにくれるの？ありがとうずら。いただきます。はん。いつかのカリンみたいね。私は花丸の作ったやつをもらおうかしら。いただきます。見た目は微妙だけど味はまあまあ。ニコさんもハフハフしてるずら。うっさい。まあ手つきは危なっかしいけど筋は悪くないわ。あとは慣れね。練習あるのみ。はい、みんなにも美味しいたこ焼きを食べてもらえるように頑張るずら。よく言われるずら。仏様の前ではちゃんとしないとなとは思うけど、マルは小さい頃からここで生活してるから特別っていうよりも日常の一部って感じかな。あったかい日は縁側でのんびり本を読んだりしてるずら。だったら夏前にまた来てほしいずら。お日様がとっても気持ちいいの。この時期だとまだちょっと寒いし、お尻が冷えちゃうぞら。さて、これでお寺の案内はおしまい。丸の部屋でまったりするぞら。お茶菓子は丸の大好きなあのパンを買っておいたんだけど、それでいい？よかった。別に変わったものなんてないよ。確かに本にはその人の思考が現れていると言えなくもないずら。そう考えると、あ、オラの全てが見られてしまうなんて、それってとっても恥ずかしいずら。
いつも応援してくれてありがとう。今日のホワイトデイライブ、日頃の感謝を込めてプレゼントがあるずら。その中でもあなたにだけは特別をあげちゃう。マルの愛情がちゃんと届いたら、あなたの気持ち教えてね。ゾワゾワするずらー。